ということで始まりました日本一長い商店街を練り歩くオールトビー、イエーイ。前回に引き続き司会のミオです。よろしくお願いします。今回のルールとしてはですね、コンビニ酒屋があるたびにお供じゃんけんをしてお酒を飲みながら惣菜屋さんなど美味しいところがあると突発的に始まる男気探検で、皆さんに美味しいものを食べていただくというなんとも面白い企画を用意しました。ありがとうございます。イエイ。ということでですね、本日ですけれども、こちらの天神橋水槽商店街で、あっち向けよお前、あっち向かんかね、この方は天神橋水槽商店街で始めたいと思います。それでは皆さん行きましょう。レッツバコロビ、おりやん、子供がかけたけ、ほい男じゃけじゃけ、ほい。ありがとうございます。とりあえずね、水木さんにはお礼を言いましょう。水木さん、いただきます。いただきます。そして、大好きさんにも言いましょう。大好きさん、いただきます。いただきます。こんな真っ昼間から、こんなにワンカップ持ってた。いや、往来の視線が痛い。それでは、今日も楽しんでいきましょう。乾杯！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 乾杯です。乾杯です。大好き、大好き、買ってくれたから入ってよ。めっちゃ難しいんやろ。いや、これ熱くないね。熱くないやろ。本当は熱くない。うまっ。熱く。黙られて。これ慣れてないけど。赤いやん。ニコってめっちゃ恥ずかしがってる。俺に勝てると思っている。おいじゃけじゃけ、ほい、おら。負けちゃった。お寿司出勤。すげえ。めっちゃ多いじゃん。あれどこか食べる？全然もらってないんだけど。めっちゃ重いもん。食いすぎやろ。日本がめっちゃ食ったから。顔がデブ。いいなと思った。誰？決勝戦ライバル、ライバルがすごいな。これはおお、新人出てきた。俺はカレーを出すんやろ。いやいやいや、あー悔しい、めっちゃ悔しい。おい、男気だっけってんだぞ。男気だっけってんだぞ。めっちゃ悔しいわ。ありがとう。すみません、あゆみさんに。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。エビ。これで早い。男気じゃんけんなのに。グーでいくって言ったのに、チョキだもんな。ほんと下手れ。男気がない。だからじゃんけんに負ける。あ、よれ。大ダメやんけ、俺。ここにだわ、溢れてたわ。見習え、あの店全部行く。お疲れ様です。わ、スーシー、スーシー。はい、わ、ただのスーシーやろ。え、これ戦争になるやん。お、特上やな。分かった、パーズの交渉。また人が行く。また人が行っていいっすよ。いや、これこういう時遠慮しちゃうから、エビ。はい、いいか。
だったね。お酒お願いします。いきます。やるなお前。じゃあいきます。あいよー、はい、唐揚げ。もっナイス。ちょっとできる？ほんとに？鳥たどり着いてない？俺パワーだ。いいよ、じゃあ。ああ、俺は絶対にパワー。俺絶対にパワーだ。99.999% パワーだ。これはチョキ出すよ、入ります。チョキ出すよ、どういうこと？俺はチョキ出すよ。俺はチョキ出すよ。いいのか？あと起きないんだったら別にパワーでもいいけど。おい、財布取れ、財布。色とりどりの。なんでやねん、おい。おい。はい、これ嘘。マジか。すげえ。めっちゃうまそう。あ、次。オッケーです。牛肉、牛肉みたい人。ダウンの壁。鬼。エグ、エグ。ドアップだ。うっす。もう大丈夫やと思う。もう一回やろ。あ、怖い。あ、自分だけおとなしい。自分だけおとなしい。おいしい。お味は。うまい。これあれか。死にます。まだ始まって1時間半。ちゅえ、右が、左が、左が。